はい、皆さんこんにちは、名古屋ライダー津です。今日は11月29日、寒い朝ですが岐阜に向けてツーリングに行きたいと思ってます。今回からですねマイクを購入しまして声を入れれるようになりました。というか昨日初めてマイクを使ったんですがどうもなんか接触が悪くて声が録音されていませんでした。なので今日が初めてマイクを使うことになります。今日こそ録音されていますように。今日はですね岐阜市の近く、大垣市の多良郷というところに行こうかと思います。結構名古屋から近場なのでその後池田山という山、なんか景色が綺麗らしいですが、主には夜景が綺麗みたいなんですけど、夜景まで、いるわけにはいきませんので昼間に行ってきたいと思ってます。ウィンカーつけっぱなしでした。私のバイクはヤマハのボルトになります。今年の9月に納車されまして、2ヶ月ちょいですねになります。すごいハーレーですな。私はこのボルトの他に PCX125cc ですねのスクーターも持ってます。スクーターは約2年乗ってますね。スクーターであちこちにツーリングには行っていたんですけどだんだんちょっと物足りなくなってきて大きいバイクが欲しいなと思って今年購入いたしました。大学生の頃にもバイク乗ってましたんで立派なリターンライダーです。大学生の頃は 250cc とあと 400cc、 いわゆる中型免許でしたんでそのあたりのバイクを乗ってました。大学生から社会人になるまでだいたい10年間ぐらいで4台を乗り継ぎましたね。でもうそのまま結婚してしまったらバイクに乗る機会も減って売っ払って、二十数年経ったというところで再びバイクに乗り始めるようになりました。戻ってきちゃったじゃん。ガードマンいましたよね。え？通ってくるときにガードマンいましたよね。いたいたいた。あそこが降りたとこが。降りればいいの？ああそう、こっち行けって言われたんでこっちかな。あそこ降りればいいのね。うん、ガードマン降りて一回聞いた。マジか。わかったわかった、ありがとう。もう一遍行くわ。はい。ありがとう。2周目だけど今度こそ入れないの？はいどうぞ。はいどうもありがとう。うわすげえ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 怖い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 っすなこりゃ。怖怖いねこれ。いや落ちる。怖い。
はい、無事太良京行ってまいりました。